琉球ドラマナイト、かんこどりの泣く夜。今夜も始まりました、かんこどりの泣く夜。役者の神崎秀俊と作家の小原武史でお送りします。小原さん、はい、ちょっと私、小原さんの琉球妖怪大図鑑、はい、でちょっとネーミングで惹かれた妖怪がいるんですが、この大山の空飛ぶクソババアっていう、ちょっと来ましたね。来ましたね、これ。クソババアですからね。はい。これですね、実は、まあ、体験者の方が、そういうふうに呼んでるんですが、うん、はいはい。実は、同じような話がいくつも集まってきたので、はい、もしかしたら同じ妖怪なのかなと思って、こういうタイトル紹介したんですけど。これ現在進行形というか。今の話ですね。今の話なんですね。はいはい。ある人が、うん、まあ、浦添の某ラーメン屋さんでご飯食べたと。おで、駐車場に出た時に、はい、隅っこにね、一人のおばあさんが、うん、こう、しゃがみ込んでたらしいんですよ。うんうんうん、で、なんだろうと思ってたら、もうなんか本当にみすぼらしいおばあさんで、はい、白髪でボロボロの服着てて、うんうんうん、ところがその人が、急にこちらを振り向いて、はい、しゃがんだまま、うん、スーッと平行移動したらしいんですよ。おー、怖い怖い。で、そのまま、宜野湾の方にピューって飛んでったと。飛んでった？飛んでいった。おー、そう、空をですか。うん、へぇー。で、ある人は、まあ、宜野湾のね、うん、大山あたりで自転車に乗ったんですよ。うん、ママチャリに、うんうん。そしたら、急におばあさんが飛んできて、はい、うん、飛んで後ろの子供の座るスペースにおばあちゃんが乗って抱きついてきたと。おお、怖い。それ怖いですね。そんな話があったんですよ。はい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 。で、茶壇のね、うん、まあ、海沿いの方に観覧車とか駐車場あるじゃないですか。うんうんうん、あそこで、はいはい、灰色の服を着た老婆が現れて、はい、なんか妙なことを口走ってから空に飛んで消えると。うん、いう話が、なんかあるんですよ。すごいですね。で、この話を、検証すると、はいはい、最後には全部、大山貝塚の方に飛んでいくんですよ。うん、大山貝塚って聞いたことあります？ああ、ちょっとないですね。ちょうどね、大山の、フェンスがあって、米軍基地の、はいはい、そこのフェンスギリギリにある、はいはい、まあ、貝塚って言ったら昔のゴミ捨て場みたいな感じですね。はい、そうですね。はい。そこの上に、まあ、うたきがあるんですよね。ああ、うたきがあるんですね。で、まあ、そこはまあ、よく若者に、こう、人気の心霊スポットになってて、本当はうたきなんだけど、はいはい、肝試しに行く人が絶えないんですが、みんなね、そこら辺に消えるんですよ。おばあさんが。で、そのうたき、肝試しの時でおばあさんが出てくるみたいな話もあるんです、実は。ああ、そうなんですね。で、体験者の一人が、うんうん、これはね、大山の空飛ぶクソババアだよって言ったんで、ああ、もうこれはもう、そのままネーミングにしたんですね、僕ね。クソババアって悪口ですけどね、ほとんど、ね。まあ、でも、あんまりいいことしないんですよね、まあ、人を驚かせるだけですから。いや、でもなんか空飛ぶっていうのはすごいですね、これ。最終的に飛んじゃうんだな、これ、ね。そうですね。だから、まあ、人さらうとかそういうのではないんですが、何をしてるかわからない。なんか正体的なものって あるんですか？もしかしたら、うん、昔の野呂さんとかね。あ、野呂さんの。女性祭祀のおばあさんなのかなっていう、まあ想像ですよ。ああ、なるほどですね。直接会って話したわけではないので。ああ、なるほど。そんな気はしていますけどね。ちょっと皆さん、もうこの、クソババア情報があればぜひ。ぜひぜひ。最近ちょっとあまり聞かないそうなんでね。そうですね。でもいるかもしれませんね。うん、なので。コロナ禍でひっそりとね。ね、うん。ちょっと飛んでるおばあさんを見かけたらご一報ください。はい。今夜のお相手は神崎秀俊と小原武史でお送りしました。で、なんかこういうその、空に、クソババアがいるというか。それにクソババアがいるかもしれないです、ね、考えたら昔ほら、よくヨーロッパで魔女がね、はいはい、飛行機に乗って飛ぶじゃないですか。ああ、飛びますね。で、はい、子供さらっていくとか。うんうんうん。あれもクソババアですよ、ね。要するにね。ヨーロッパの空飛ぶクソババアっていう。僕あれなんかの本で読んだんですけど、足をクロスすると、霊力がなくて、あ、そうそう、魔女が、はいはい、またがってる足をクロスすると霊力がなくなって落ちるっていう。それは何なんですか？足が十字架になるから。
ああ、キリスト教的な。キリスト教的な話だ。なるほど。ごめんなさい。あれはやっぱ人さらいなんですか、あのヨーロッパのやつ。いや、あれは単に、どうですか、人さらいって説もあるし、魔女が放棄に乗って魔力を発揮して空飛んでると。そうですね。あるいはその魔女が周回する夜があるんですね。ワルプルギスの夜っていう。それに集まってる途中の魔女じゃないか、ね。攻撃してるっていう。だからこの大山の空飛ぶクソババアももしかしたら、そのワルプルギスの夜的なものが沖縄であって、死んだ野呂さんが集まってる時に、各地から大山に集まってくるのかな、みたいな、ね。これだって、同じクソババアかどうかわかんないですよ。わかんないですね。ね、でもクソババア1号、2号。あ、3号。ね、ロンドブーツみたいな。ですね。全部違うあのクソババアかもしれないですよね、これ、ね。そうですね。なんかそういうのあんのかもしれないですね。ちょっと人を脅かしてから来いみたいな。僕、京都の出身なんですけど、はい、まあ今から40年ぐらい前、10歳とか8歳の時に、四字ババってのがすごい流行ったんですよ。四字ババ？四字になると、空中におばあさんが浮かんでて子供をさらっていくと。で、まあ今でこそ冗談みたいに話しますけど、はいはい、8歳の僕にしたらめちゃくちゃ怖かったんですよ、これ。いやー、そうですよ。だってちょうど下校の時間じゃないですか、4時って。で、4時になって、当時舗装されてない道とか歩いてたら、もう上が気になって、はいはい、もう怖くて、もう走って逃げた、家に帰ったね、記憶があるんですけど、で、ちょっと余談ですけど、その後僕の通っている小学校で、はいはい、当時小学校4年生の女の子は行方不明になったんですよ。で、もうみんなこぞって、これ4時ババのせいだ、4時ババのせいだ、つって、やばい。もうね、今も怖いですよね、そのこと、ね。その子はどうして見つかったんですか？そういう記憶はないんですよ。見つかったっていう。やばい。ちょっと本物じゃないですか。そう。警察の車も来てましたしね。あ、そうなんですね。で、警察の車が4時ぐらいになったら子供は早く帰りましょう、つって。回ってたの覚えてるんですよ。それも4時だ。そう。だからね。4時ババア。4時ババアっていう、似てますね。でもみんな空なんですね。空から来てさらっていく。まあこの大山の空飛ぶクソババアは人はさらってないようですけどね。まあちょっと愉快犯的な感じですよね。ちょっと後ろに乗り物ってとか。そうですね。タバコの煙をふっと吹きかけたところ、ローバーは後ろ向きのままジャンプ。そう。これ沖縄方面へ消えていきましたって書いてます。そのね、この後ろ向きでジャンプするっていう描写が僕ちょっと気になってて。あ、はいはい、はい。昔沖縄で神だわりというのがよくあるんですけど。神だわりって神様がに取り憑かれるっていうか。そうそうそう。取り憑かれてはなかった。ユタになる前の人がおかしくなる状態を神だわりって言ったりするんですけど。はいはい、はい。神だわりにの家族を取材した時に、息子さんが神だわりになって、で、その時に、まあ、もう性格とか全部変わっちゃったんですよ。で、服の趣味とか、はいはいはい、車の趣味とか。で、その時に2階の出窓に、1階から後ろ向きでジャンプして乗ったって話を聞いたことがあるんですよ。冗談みたいな話ですけど、話してるお母さん真剣で、実際に家族全員見たって言うんですよね。後ろ、なんてこの逆回転的な感じですか？そう、逆回転みたいな。ああ、どうなんだ。へえ。なんかそこは妙に一致して、僕はちょっと個人的に怖い話なんですけどね、これはね。ああ、なるほどね。この後ろ向きに飛ぶっていうのは。で、実際その、大山貝塚のあたりって、やっぱり、その、沖縄の方言で、シジダカドゥクルっていうんですけど、シジダカドゥクル。シジっていうのは、知事って言って、神様の力が高いところ。神様の力が高いところを、シジダカドゥクルっていうんですけど。まあ、聖地みたいな。そうそう、そういうことですね。はいはいはい。だから、その近辺でよくいろんなものを見たりとか、神様がかかられたりとか、はいはい、いう話結構あるんですよね。なるほどね。そういう、まあ、パワースポットじゃないですけど、ちょっと、そうそう、高すぎて。高すぎて、ちょっとおかしなことになるというか。ね、はだからまあ、さもありなんというか、こんなのがいても不思議じゃないなと。なるほどね。まあ、ネーミングはいろいろ問題はあるとは思いますが。そうですね。これは最初の体験者が、方が言った名前なので、民族学の伝統に乗っとると、最初に名前を付けた人の名前が名前なんです。なるほどね。はい。なんかあれとして、彗星として見つけた人の名前みたいな。あれがキジムナだって言ったらキジムナなんですよ。なるほど。じゃあもう、あれが大山の空飛ぶクソババアだって言われたから、
大山の空飛ぶクソババアなんですよ。いや、もう、このまま、もう何百年クソババアまで行くっていう。はい、ですね。と思います。まあでもこれ最近の話？この。そう。あの、この5、6年ですね。この5、6年？うん。あ、そんな最近の話なんですね。はい。じゃあ皆さん、まだまだちょっとね、空飛ぶクソババア目撃、はい。あると思います。ありますよね。ぜひどんどん番組の方にメールでも何でもいいのでお寄せください。うん、それか、ちょっとこういうババアいますよっていう。あ、そうですね。そうね。この、カンコドリの鳴く夜に会うような、そうですね、ババアが見つかれば。ご一杯で。空飛ぶクソババアシリーズ。世界の空飛ぶクソババアシリーズ。ちょっとやりたいですよね。はい。紹介していきたいと思います。はい。今夜のお相手は神崎秀俊と小原武史でお送りしました。YouTube のチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いします。ポッドキャストも配信中。詳しくは概要欄まで。